五秒三古墳の空中写真国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成五秒三古墳は、大阪府堺市北区モズ本町にある古墳。形状は、前方公園墳。モズ古墳群を構成する古墳の一つ。内堀は、国の史跡に指定されている。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により、モズ領母参講地として、 両母参考地に事情されている。光明院に伝わる長持ち形石管編、堺市博物館展示。一説に五秒三古墳での使用が推測される。モズ古墳群のほぼ中央、大仙陵古墳の南東に位置する。墳球町、約203メートルで、モズ古墳群では4番目の大きさである。墳球は3段に築かれ、南側に作り出しがある。発掘調査により、 かつては20号があったことが確認されている。倍長は数期あったとされるが、モズ山古墳のみが現存している。主体部の構造や副装品などは不明。現在では、区内庁が両母参考地に指定している。2008年に墳急部周囲の崩落補修、倒木などの撤去工事が行われ、同年11月28日に、 区内庁と堺市がそれぞれの管理区域の発掘調査を行い、29と30日には、観光部に設けられた通路からの一般公開が行われた。その際の測量により、従来は約186メートルとされていた全長が約200メートルであることが確認された。また、江戸時代前期に観光が農地用水のため池として利用されていた際に、 官護の拡張工事が行われ、紛糾部が一部削り取られていたことも判明した。2018年に内堀が国の史跡に指定された。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。